大丈夫ですか、なんでこんな雪山でこんな薄着なんですか。ちょっと待てよ。よし、これこれ食べて温まろうぜ。あれこれ水が2リットルもいる。ペヤングベタマックス。こんにちは、セレンディピティです。今回の動画は超大盛りベンタマックス辛味噌ラーメン食べてみます。さあこれドーン、やばいですねこれ。これ何人分あるんですか。これね、何人か分かんない。6人分ぐらいじゃいますね、はい、顔ぐらいでかいっていうね、恐ろしい。何キロあるんですか。1000グラム、1キロです。カロリー。カロリーが、どん、4197カロリーです。めちゃくちゃ多いです、ね。めちゃくちゃ、これ持ってみよう。めちゃくちゃ多い。大好き。わざとない。これ2200ml いりますね、これ。そうなんです、水がね、すごい。2キロいるんですよね。これちょっと食べたことないんで。ここ買いますよ、1人で食べたら。あ、そうですね。今回は2人で。はい。僕は2人で食べますけどね。初の大食い企画やっていきます。それでは始めていきます。おっす、サランTV。さあこれ4197カロリーですけどね、ちょっと中開けてみましょうかね。こんな感じですね。もう絶対にこれ一人で食べないでくださいって書いてますね。これ焼きそばよく見るとラーメンってあんま見ないです。ちょっと開けてみます。うわすげえ、めっちゃ大きいですね。これすごこれスープでっかやば、これもこれうわすごい、うわわわわわわ4個入ってるよ。これ火薬が2個と4玉入ってますね。4玉これ大丈夫ですか。これ4人分ですかね。ですね、4から5ですね。作っていきます。ペヤングベタマックス。入れていきます、水。これ2リットルですね。いきます。やばやば、これ3分ですね。これこんな大きいの3分でいけるんですね。はい、3分待ちます。あ、美味しそう、美味しそうじゃないですか。めっちゃいい匂いしますね、はい、これはいけそうですね。いけそうですね。これでも余裕ちゃいますか。はい、行きましょうか。これすごい量ですね。わかめ入ってないですか。わかめね、わかめは事件起きそうだったんで、わかめなしにしました。わかめだってあかん感じでしょ。わかめはそうですね、結構いけるんちゃいます。これいけそうですね。どんな感じやろ。めっちゃ含みます。はい、あ、チャーシュー入ってますね。チャーシュー、チャーシュー、チャーシュー入ってます。チャーシューちゃんと食べたい。チャーシュー、じゃあ、いただきます。うん、あ、全然美味しいですね、普通に。全然います。うん、うん、普通に美味しいです、これ、うん、うまっ。なんかめっちゃ美味しくないですか。程よい辛さで、うん、食べやすいです。一人で行けたかもしれないです。何ですか。一人はちょっと無理ですよ、これ。よいしょ。何ですか、結構量。これこれでもすごい量ですね。あ、でもちょっと辛さきますね。うまいですか。はい、催眠術かけますから。マジですか。これめっちゃ量ありますよ。これ結構食べてますよ。もうこれ見てください。これほら、こんだけ食べてますからね。これまた汁ないんちゃいます。入れとこれで。でもあれですよ、汁吸っちゃいますよ。こっちが、あ、そういうこと、そういうこと。本体で汁が、本体で汁吸わせると、ちょっと後で厄介になりそうなんで、さっき汁をこっち側で。これ全然いや、まだわかんないです。まだ結構ある。まだちょっとまだドキドキ。うまっ、
うまいですね。おいしいです。思ったほどは辛くないですね、これ。うん、全然食べないから、全然。お知らせがあります。お腹いっぱいです。お腹がいっぱいなんですよ。まだいけますよ、ね。これで、はい、ここでごちそうさまでしたしたら、めちゃくちゃいい感じで終わりますね、僕。うん、美味しかったなみたいな、また食べたいな、また食べたいなと思います。一食分ぐらい、はい、いやもうちょっと我慢できたい。もうこんだけ食べるからもう優勝マッチしてる。食べたい、めっちゃありますからね。マッチはしてると思いますけど、朝食なんですよ、はい、いやもうお腹いっぱい、ごんそうの話ですから。もうちょっとやっぱりまだっすか、はい、これ減ってます。減ってはいるんですけど、一人はまず無理ですね。早く入れてなかったわかめちょっと入れてみましょうかね、ちょっとだけ、ちょっとだけ恐怖の火薬を、うん、あかん気がする。抹茶ゾーンだけにしてすごくいらない。なんか卵とかしてないですか今。卵欲しいですね。うん、わかめやっぱちゃんとこう味がついてますね。わかめいらんくないし、わかめなしですね。わかめなしですね。ちょっとわかめない方が。めちゃくちゃ量多い子だったよ。めっちゃ多いですね、これ。めちゃくちゃ多いぞ、これ。ちょ、ギャル曽根呼んできてもらっていいですか。ギャル曽根いたらね、ね、いけるんすか、そんなに。そんなにいけるんすか。うん、これごちそうさまです、これで。ちょっとこれ、バカにしてましたね。全然いけると思ってたんですけど。いや、3人で、できます。大食い企画もこれ二度とやらんかも。うん、これねわかめなし正解でしたね。ほら、わかめがパンチめっちゃありますこれ。でしょ。うわもうこれめちゃくちゃしんどいな。振り返ってもらったら僕の方が食べてるかもしれない。マジですか。わかんないですよ、わかんないですけどスパート行きましたよ。どういうことですか。初めのスパート結構多分まあ、スタートダッシュですか。多分残ってるはずなんですよ。スタートダッシュですか。スタートダッシュ結構いきましたよ。これ見てもらったらもう止まってる完全に、ね、吸うのちょっと全然動かへん。結構いきましたね。でも美味しいんですよ。美味しいですけど僕も多分もうこれがちょっとこれがやりたいか。マヨかちょっと急に。ちょっとやばいなこれ。なんとか食べたんですけど1時間ちょい時間かかりましたね。これめちゃくちゃきついですね。これきついですね、はい、やばい。もう横になりたいですね、はい、美味しかったです。美味しかったです。最初の2杯ですかね。僕はどっち行ってましたもんね、はい、限界ですね。調子悪くなるぐらいお腹いっぱいです。はい、ごちそうさまでした。ちょっとまあいいかもしれない。そうですね、僕カップラーメンも一緒食べんかもしれないですわこれ。僕はまた2週間後ぐらいには違ってますね。これ買ってきましょうか。いやでもあの一人用のサイズぐらいでもこれ買ってきましょうか。いやこれはまあ今回もうせっかくね、はい、あの今回そうですもう大満足です。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、では今日の動画いいと思った方は高評価、一人でやってみようと思った人も高評価、チャンネル登録もお願いします。で、次回の動画でもまたお会いしましょう。バイバーイ。お口直しのピノ星へ。美味しいですか。